インターネットテレビウィル増刊号の山根です。本日は経済評論家の浅川豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。浅川さんのネクタイ今日はウクライナカラーです、ね。はい、ウクライナカラーですね。はい。はい、ということで、テーマはまあウクライナ侵攻なんですけども、ウクライナ侵攻をめぐるこのさまざまな問題について、はい、アメリカは一体何をしているのかという視点でお話しいただきたいんですよ、ね。よ、うん、そうなんですよね。この今回は本当に。 ひどい話ですよね、うん、そもそも1994年に、えー、ブダペスト覚書というものが結ばれて、うんまあ、旧ソ連の中の一国であったウクライナの中には、うんまあ、大量に核兵器があったりもしたんだけれども、うんまあ、これ核不拡散体制のために、えー、これは放棄しなさいと。 えー、そういう国際的圧力をバッとかけられて、はいでまあ、じゃあ核兵器を放棄しますよと、まあ、その代わり、えー、アメリカとイギリスとロシアは、うん、あこのウクライナの国土の保全に対して責任を持つんだと中国とフランスも、まあ、それを側面支援するんだということで。うんうん えー、国連の常任理事国5大国全てがですよね、うんえー、このウクライナの安全保障に対して責任を負うという約束をしていたにもかかわらず今回のような事態になってる、うん、でそもそもあのクリミア半島がこうね取られちゃったっていう、はい、あの話からしてもうそこを崩されていたっていうことになるわけなんですが今回の事態になってももうアメリカは。 いや軍の派遣は一切しませんみたいなねことばっかり言ってるのはこれひどい話だと思いますよね。いわや橋を外した格好ですよねこれ。そうなんですよね。完全に橋を外した形になっていてでこれこのおかしいと思ったのがウクライナ侵攻まあロシア軍がその国境付近にこう並べていてでも今かといつ始まってもおかしくないというような状況まあおそらくやるだろうっていうのをアメリカのアメリカの情報機関は仕入れてた。 っていいう話じゃないですかにもかかわらずだいぶ早い段階で、うん、もう早々に、うん、えこうアメリカは軍を派遣する、うんえー、つもりはないと明言してしまった、うん、これも一つプーチンの侵攻、うん、に踏み切るそのハードルを下げた要因だと思うんですが、うんうん、間違いなくそうですよね。でそれどころか、うんえー、これ11月の段階からですね、えー、合計6回だそうですけれども。うん えー、アメリカは中国に対して<ー>自分たちはこのウクライナに対して軍を送る気はないけれども<ー>まあウクライナにロシアが侵攻するのはけしからんから<ー>中国さんなんとかロシアをですね<ー>説得してくれないかということをまあ言って<ー>でその度ごとに中国からそれはできないと言って拒絶されているのに<ー>いやいやそんなこと言わないで。 説得してくださいよっていうことで、まあ、次から次にですねどんな情報をアメリカ側がロシアの動きに関して仕入れているか、うん、でその結果として、まあ、3日ぐらいでウクライナを制圧する気でいるということも、うん、しっかり理解をしておきながらですよ、うん、自分たちは軍は絶対派遣しないっていうことをずっと明言しているっていうことは、うん、それはもう3日で取ってくれれば、えー、アメリカはそこに関与しないから。うん ねえー、もうどうぞご自由に取ってくださいと、うん、あえて言っているかのように見えてしまうわけなんですよね。ですすが、うんうん、そうですよねで私もねこれはっきりはわからないんで、はい、いろいろ考えている選択肢の中ではどうもね中国を利するようにしたいということではないのかというふうに思ってるんですね。うんえー でアメリカの国全体のムードとしてはもちろん反中のムードになってるし、はい、アメリカ政府の内部においてももちろん反中的な意識というのはかなり強くはなっているけれども、はい、バイデン政権というのは。 そのトップというかその中枢部分にいる人たちというのは中国との関係が非常に深い人たちがいっぱい集まっている政権であるということはまあこれはもう成立の段階から言われてた話ではありますけれども大統領選挙においても。 まあ中国がですね、ええ、まあ側面支援したんじゃないかという噂ですけどね噂にすぎないですけどまあそんなものもあったりするような中でまあとにかくその中国との深い結びつきで中国を裏切れない。 そんな意識を持っていたんではないかということが、うん、考えられると。えー、なので中国を利するというふうになった時に、うん、中国がこう台湾に侵攻しようと、うんえー、そういうことを考えた時に、はい、ウクライナでこう大きな問題が起こっているっていうことになると。うん そうすると米軍の一部をですねここのヨーロッパが緊張してるからこっちの方に回さなきゃいけないじゃないかっていう、うん、そういうことになってでまあこっちに持っていくよねと、うん、そうすると台湾防衛のその米軍の戦力がまずそがれることになると、うん、さらに言えばウクライナに対して、まあ、さっき言ったようなそのブダペスト覚書という一種の条約まである中でそれを結局守らないで。うん まあ、ウクライナを見捨てるような行動を実際に取ることによって、うんねえー、台湾を、えー、救わないよ、えー、いざとなって、えー、中国が出てきてもお私たちは守りませんよということを暗、うん、にです、ね、こう合図として中国に送りたいという、うん、そういう意図があったんじゃないかなんてね、うん、そんな見方も、ね、できるかなと思ったりするんですよね。うん さすがにでもそれを、うん、アメリカ、うん、バイデン政権といえどですよ、うん、そんなに中国に親切なことありますが、まあ、結果として親切な形になっているというのはね、うん、ある十分にあると思いますけどもこのプーチンがこう短期決戦2日 2>、うん、3日でこうキエフ攻略できるとまあ想定していた、はい、そういう戦略があったとでそれもアメリカの情報機関が得ていた。うんうんうん だとすれば、今回のこの、ウクライナの奮闘による、この泥沼化、長期化、頑張ってますよね、ウクライナ。頑張ってますよね。っていうのは、プーチンにとっても、バイデン政権にとっても、誤算だった,っとだった。という,んうん、うん、誤算だったと思うんですよね。まあ、このまま、簡単に、ウクライナを、完全制圧してしまって。で。 まあそれでもってまあ隣の,そのポーランドなんかとの間において高い軍事的緊張ができている状態というものを作り出してこの状態が長引くことによってまあこう台湾にいる戦力をこちらに回さなければいけないというまあそういうことだけで終わる予定だったんじゃないかななんて思ったりするんですけれどもこれがシナリオが大きく崩れてきたっていうことになるんではないか、うん。うん 1一つはゼレンスキー大統領がですね最初からアメリカもさっさと降伏してでその海外行けみたいな、えーえー、そういう感じのアプローチをしていて、まあ、ゼレンスキー大統領がまあ海外に逃げるということをやれば、うん、そのウクライナ軍の士気が大いに下がるということがあるので、ね、まあそれもある種ちょっと側面支援に見えたりするところもあるし。えー さらになんですけれども、やっぱりウクライナ軍がものすごい抵抗しているっていうことが、うん、まあ大きくて、ロシア軍の士気も意外にこう高くならないという状態の中で、完全に泥沼化しましまたよね。うん、ただ、今回のこのウクライナ侵攻、情勢の泥沼化、長期化っていうのは、これ、中国にとって果たして。 とデメリットどっちもあると思うんですけども、でも、うんはい、プラスの方が大きいんでしょうかね。うん、いやこれは明らかにマイナスの方が大きいんじゃないかなと思うんですよ。でもともとあの中国はまあ、今回のロシアの侵攻によってウクライナ政権が完全にひっくり返るということに、うんえー、かなり自信を持ってたと思うんですよね。うんうん えー、大阪の総領事の節賢さんという人がね、うん、弱い人は強い人に逆らうもんじゃないみたいな、うん、まあそんなこうものすごく反発を買いそうな投稿兵器で、えーえー、上げていたりもしましたし、はい、中国政府も最初、えー、ウクライナにいる人たちに対して、えー、ですよねウクライナにいる中国人に対して、えーえー、外出するときはあの車に中国国旗のシールを貼っとけみたいなね、えー、そんなことも言ってたりはしたのは、うん、もう 短期で勝負がつくのはもう間違いないだからロシア側についていれば安心だという判断があったということだと思うんですね、はい、で、それがすっかりと崩れたっていうのが今回のシナリオで、うん、えー、まあ、結局こういうロシアみたいなものをのさばらしておいたからこういうとんでもない強権国家をなあなあでのさばらしておいたことが今回の事態を作り上げたものなのだというまあ、そういう その国際世論特にこう西側先進国においての世論というのが大きくなって、まあ、経済制裁をバンバンばんばかけるようなそんな動きが出てきましたよね。でこれに関しても結束しなければいけないという状態になったとすればですけども中国からすればこれは自分が台湾にもしそういうことで侵攻するということをやった場合にどんな目に遭うんだろうということに関しては結構寒いものを感じてるんじゃないかなと思うんですよね。うん だからある意味、ゼレンスキー氏のここへきての踏ん張りのようなものが、うんえー、アメリカ、ロシア、中国、うん、この三大大国,、うん、3大国の計算を狂わしたとそうです、ね、だから、非常にゼレンスキー氏、うん、まあ思わぬ、うん、活躍です、ねこれはね、いや、素晴らしいですよね。えー ねまあ、国民の支持率もなんか91%なの95%なのっていう、はい、まあそういう高い支持率がまあねえ出てたりしますけれども、うん、まあそれだけのことはありますよね。えー、ということで、まあ、今回アメリカがあれと、うん、もっと何かできたんじゃないのかなという視点でウ、うん、クライナ侵攻を論いてだきましたが、うん、それはあのーはい、話の中で出ましたこの経済制裁、うん、制裁っていうものがどれだけこう、うん、ロシア効いてるのかなっていう話を、うん 別の動画で話していただきたいと思います。はい、りまありがとうございました、はいはい。ありがとうございました。